千葉神社は、千葉県千葉市中央区にある神社。旧社格は、県社。神門は、三光門。社門は、九養門。別称は、北新明剣村保守用の本宮を意味する、妙剣本宮。鳥市場市の中心市街地より東側に鎮座する。東西南北、四方八方、すべての方位方角へとお力を及ぼされる千葉市の守護神である。 北新明謙尊保守王を祀る北斗山金剛十字として千年に中高解散し1869年に千葉神社へと改称して以来全国でも有数の北極星北斗七世信仰さらに仏教の妙建信仰とを集合する神社である五社殿は上下に二つの拝殿を有する日本初の重奏社殿である八方よけのほか 人間の悪い星を取り除き、良い星へと導くとされるため、子供の成長祈願への信仰が厚い神社でもある。また、男女二人の星を巡り合わせ、その二つの星を末長く結びつけるお力を持つとされ、結婚式や結納式、金婚式など婚姻に関わる祭典も多く、取り行っている。また、人気のパワースポットとして、月刊オカルト情報誌のムーなどメディアにおいてもたびたび、 取り上げられている。2018年4月1日には、ミキハウス子育て総研により、ウェルカムベビーの神社として認定され、初見やマイルや753など乳幼児と一緒の参拝時や、親善結婚式での子連れ参列時に快適な利用ができるよう、おむつ替えスペース、授乳室、待合ロビー、和室が完備されている。また753号ででは、 季節を問わず一年を通して受付しており、衣装のレンタル、ヘアメイク、着付け、スタジオでの写真撮影などを行っている。新門社門千葉市の守護神である、北新明賢尊保守王を本尊とする寺院として、建立され、千葉市の祖、平田達根の古格山大僧場によって、ガランが整備されたと伝えられる。以降千葉宗家のみならず、千葉市一族の信仰が厚く、 千葉思想家の元服は代々この寺で行われた。また、千葉常種の案内で同時を参拝したことで知られる源頼朝からも手厚く保護されていた。千葉妙見宮には本来妙見菩薩と共に1181年に千葉常種によって鶴岡八幡宮から誕生された八幡神が祀られていた。当初は八幡神が九千神とし、 妙見菩薩は、陳珠、三度陣、濃厚心的な役割を担っていたが、千葉市の一族が多数連座した、法事合戦で一族が動揺した時期に、一族の団結を維持するために、従来の八幡神に変えて、千葉市を含めた暴走兵士において、独自の厚い信仰を受けていた妙見菩薩に、急戦神の要素を加えて、千葉市が妙見菩薩を庇護された存在であることを強調する。 妙見説話が形成された。その集大成が、源平登場録であり、後世に、千葉妙見宮を描いた、縁起絵巻にも反映されている。現在も、抹茶の一つに、八幡神社があるのはその名残である。1591年、徳川家康が関東に入部し、この寺を参詣して、寺庸安土並びに、立ち一置りを寄進したとされ、 同時に、主因地200国と10万国の格式が与えられた。江戸時代には、北斗山金剛樹寺村光院と称する、新言州の寺院であったが、明治初年の神仏分離によって神社となり、本尊も祭神に改められた。ただし、病見菩薩と雨のみ中主の大臣は、長年神仏集合によって同一とみなされてきた、経緯があり、 今日でも同社が日本有数の病犬信仰の中心とされてきていることには変わりがない。重装車電車電は1990年平成の大造営により新たに竣工した。上下に2つの配電を有する日本初の重装車電旧車電は1945年7月7日の七夕空襲の戦火に見舞われ、消失1954年に 社殿は再建され、その後、境内西側に移築して、接者の木東殿としている。重層社殿より向かって、右には三周殿があり、そのうちにはご祈願の申し込みカウンター、ロビー、控え室、衣装着布室、写真スタジオがある。千葉天神千葉天神は、 平安時代末期の1182年9月25日、千葉神社境内に誕生された学問の神として親しまれている菅原道真を御祭人とする御社。千葉神社の拙者。千葉神社の旧社殿であったことから、北神名謙村星王の御神力も同時にいただけるとされ、神門に由来しての月を呼び、勝ちを拾うという縁起の良さが広く知れ渡り、参拝者。 祈祷者が増加している。御事星殿御事星殿は2000年の千葉神社改装1000年、宝縮事業として1998年に竣工した楼門型の分霊者。神社建築では類例のない楼門と社殿の複合建築物となっている。元来、千葉神社にあった山門は七夕空襲で消失していたため、半世紀ぶりの再建でもあった。中央、福徳殿。 東を、日天堂、西を、月天堂、上界を、海運殿の四つに分かれ、北神明賢尊を保守用が掌握する、日、月、星のお力などが個別に授かれるようになっている。福徳殿には、5歳人である、北神明賢尊を保守用の5分霊を放催し、陰明道や旧世紀学、風水学と関わり深いご親徳により、方位法学、五行、 十二時、人間の身体各部等の役割を八角形に配された八つの核星宮が個々に担い守護しているとされる。東の日、天マネは中央の陽明柱に触れることで、非天人の陽気、活性作用による精神、生活上の加護が得られ、西の月天老は中央の後期柱に触れることで、月天人の正気、浄化作用による身体、 生命上の加護が得られるとされる。中央上階の海運殿は、霊場として扱っており、特定された日に奉仕される特別祈祷申し込み者のみ、入り殿が許可されている。妙見地境内に湧く妙見園樹の意は、古来より一眼成樹の霊仙として知られ、人随勇気による恵法にあたり、各地からお水取りに来社されている。境内の妙見池は、 園ンの意の五人隋を水源としており、天皇即位の御大礼の記念として1992年に造営された種塗りの二つの心境、願い橋、かない橋がかかっている。池の周囲には桜や梅、かえげや藤花など、季節の草木が植栽されている。水に関わる多くの竜神、水神を、統治掌握する神様である水御祖大臣を、五祭神とする三の宮に参拝し、 冷泉、炎樹の井の水を一口いただくことで様々なことぶきがいただけるとされている。現存する、長寿社長寿社は、七夕空襲の戦火を免れ、唯一建物が現存している。上屋は、明治時代の混流であるが、用いられている長寿石には、法暦後追土市混流とあり、江戸時代中期の1755年に混流された、以前の長寿社のものを用いている。 屋根瓦には、三光門、九陽門の衣装が見られ、2012年に古来の衣装をそのまま写し取って、新しい瓦を焼き直し、屋根の吹き替えを行っている。妙見地周辺の抹茶境外抹茶として、院内町にある、香取神社ほか、境内には、池の周りに14社の抹茶がある。境外境内地の枠繰り神事の里氏の和霊祭として、 病犬大祭が毎年8月16日から1週間行われ、1127年の第1回目以来、一度も休むことなく続けられている。千葉文化資産に選定されている。三越の先導を務める大太鼓が、二段打ちという特殊な叩き方で、その音が、だらん、だらんと聞こえることから、通称、だらだら祭りとも称されることもある。また、何か一言願いをければ、 その願いは必ず達成されるという伝説から一言妙見大祭とも称される。通り町公園に面する御子星戸の千葉市では千葉神社を活かし千葉中央ツインビル前の中央公園と神社隣の通り町公園の見直し、拡充などを行い、町に賑にわいと回遊性を高める門前町構想を進めている。これは 通り町公園を西側に拡張して、中央公園と千葉神社に連続性を持たせ、区画整理による公園の再整備を行うとともに、街頭や石畳など歴史と情緒ある参道空間としての環境整備を図るというものである。所在地交通アクセス、新門社門、千葉神社。2019年10月9日閲覧。公式 HP 及び、 千葉県公式観光物産サイトでは、妙見本宮を関した名称を用いている、薬よけ海運、八宝女の妙見様のご本宮千葉神社。www.gardenhotels.co.jp2019 年10月9日閲覧。千葉神社。千葉市観光協会公式サイト、千葉市観光ガイド。 2019年10月7日閲覧。千葉県のパワースポットが人気上昇中。房総半島のエネルギーを体感してみませんか。s p i r j p 2019年10月7日閲覧。お祝いごと。ご本宮千葉神社。2019年10月7日閲覧。千葉県の数千社の中から、ご利益とご主因のすごい115社を厳選。 御朱印で巡る千葉の神社週末開運散歩が出版。PR タイムズ2019年10月9日閲覧。シティハイツ、マツコの知らない世界で注目のパワースポット。シティハイツ2019年10月9日閲覧。AB、ウェルカムベビーの神社認定プロジェクトとはウェルカムベビーの神社。.happy-note.com 2019年10月7日閲覧。丸井刑事、千葉氏と、妙見信仰 ISBN9 条7848億7294万 7946P52 から53.131から135ただし、妙見菩薩と北進を結びつける考え方がもともと、温情寺計天台宗の考え方であること、戦国時代までは抹茶に、 三王者があったことが確認できることから、戦国時代以前の御事光院は、恩情寺と結びつきが強かった、天台宗の寺院であった可能性が高いとされる、ISBN 9長7848億7294万 7946P54 から55.87。千葉市初詣ガイド。千葉市観光協会公式サイト。千葉市観光ガイド。 2019年10月9日閲覧。ABCDE 境内図千葉神社について。古本宮千葉神社。2019年10月7日閲覧。千葉天神社。www.komainu.org.2019 年10月7日閲覧。病研本宮千葉神社東京お出かけガイド。 パーク t、h I k、a c h、e、i k a w n l i n e j p 2 0 1 9年10月9日閲覧 ab 千葉神社は星の導きによるパワースポットその絶大なご利益とは味方ラボ m i k a t a l a b o c o m 2 0 1 9年10月9日閲覧香取神社神社三景千葉県千葉市中央区 ごチューズ社字探訪。www.kikisakane.com2019 年10月9日閲覧。千葉県。千葉文化資産候補千葉市原地域。千葉県。2019年10月9日閲覧。千葉県。次世代に残したいと思う。千葉文化資産一覧。千葉県。2019年10月9日閲覧。 千葉県観光物産協会、病研大祭。丸ごといい。E! 千葉千葉県公式観光物産サイト。2019年10月7日閲覧。千葉市観光協会。千葉の魅力徹底ガイド。2018年6月。6から7ページ。これから千葉の街はどうなるの進化していく街の未来を覗いてみましょう。リビング。千葉ウェブ地元密着。千葉幕張。 船橋、奈良市の他のグルメ、イベント、お出かけ、習い事情報。2019年10月9日閲覧。ありがとうございます。